皆様こんにちは。今釧路駅に来ています。これからキハ54系14時16分発普通列車に乗って専門本線に乗り網走へ向かいます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、釧路駅を発車しました。この釧路から網走の区間は全長 169.1km、 キハ54系の普通列車が3時間1分かけて網走へ走り抜けます。専門本線は雄大な釧路湿原や草原地帯、そしてオホーツク海を車窓から存分に楽しむことができる路線です。主にキハ54系が運用されています。今日ですね、東釧路駅までは前から見える車窓を楽しみました。というかですね、車内がかなり混み合っておりまして、一人デッキにいるというわけです。ちなみに今日私は朝函館から特急北斗1号に乗って南千歳駅、そこから特急大空3号に乗り換えて釧路駅に来ました。そして専門本線、こちらの方に乗って網走へ向かうというわけです。今日は1日で北海道を一周していこうというわけです。正確には釧路と東釧路の間は根室本線、花咲線でありまして、専門本線は東釧路駅が起点となっています。全線が開通して今年で90周年となる専門本線、花咲線が100周年とも重なり、釧路駅では記念切符などが発売されていました。釧路市内を駆け抜けているキハ54。天気もいいので前から見る車窓は本当にいいですね。有名な釧路川の撮影スポットに入りました。 SL 冬の出現号が運行時はここで私も撮影したのですが、来年もまたここに行きたいなと思っています。ノロッコ号をここで撮影するのもいいかもしれませんね。あと夏の間はロイヤルエクスプレスも通りますよ。大きく左カーブを曲がって直線に入ると間もなく東釧路駅に到着します。ここののどかな踏切、いい撮影スポットになりそうですね。私、釧路から専門本線で網走へ向かうというのは今回で2回目なんですね。去年初めて乗りました。去年はノロッコ号の自由席に乗って撮影しようと思ったんですが、めちゃめちゃ混んでいてほとんど撮影できず釧路湿原に到着したのを覚えています。今回も安定した混み具合なんですが、デッキに誰もいませんでしたので私がデッキに入って撮影しているというわけです。キハ54は右カーブを曲がり、そして間もなく東釧路駅に到着となります。釧路から東釧路までの所要時間は約4分。あっという間ですね。私、乗る前はこの東釧路と釧路の間は線路が2つあって、釧網専用と花咲専用があるのかと思っていたら、この1つのレールの上に花咲線と釧網線が走っているというわけなんですね。先ほどまで特急列車に乗っていたというギャップもありますが、ビル走るこの普通列車、いいですね。ちなみに東釧路駅前にはコープがありまして、乗り換えの時にここのコープによってお弁当やお酒を買うことができます。歩いて数分で行けますからね。10分15分の乗り換え時間でも利用することができますよ。私もしかしたら間違えてるかもしれませんが、花咲線は右側のホーム、そして左側は専門本線のホームだと思います。しかし SL 冬の出現号は右側のホームを利用する。これちょっと変わってますよね。東釧路駅に到着です。専門本線はここが起点の駅となります。釧路湿原駅でたくさんのお客様が乗ってきましたので、この釧路湿原駅取ることができませんでした。そして駅を出て釧路湿原が見えてまいりました。いやー、綺麗ですね。
駅を過ぎましたが、釧路湿原が続いています。道路駅では、タンチョウズルも撮ることができると聞いているんですが、来年の冬の SL 冬の湿原号の時に撮りに行ってみようと思っています。湿原をただぼーっと眺めていると、時間を忘れます。非日常の世界を味わえる釧網本線。本当に素晴らしい景色、釧路湿原です。冬の景色もいいんですが、夏の景色も本当最高ですね。乗車して50分ほど標茶駅を発車です。まだまだ旅を続けていきます。今日はご視聴いただきましてありがとうございました。またぜひ次回この動画でお会いしましょう。